無人島にとして生き抜く可能性の方が低いと思うんで、生きてるうちの中国で全員ねじ伏せましたか、全員通るとは思います。レベルが高いと言わざるを得ないのが苦痛でたまらない。どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということで今回は前回の集団面接に引き続き東大生京大生 YouTuber の方に来ていただいてるんですけども、今回のテーマはグループディスカッションということで、皆さんグルディスはやったことはないですか？ないです。ないですね。あるかも。楽しそう。初めてのグループディスカッションということで、よろしくお願いします。お願いします。では皆さんに今日10分間で結論を作っていただきます。テーマは無人島に一つだけ何かを持っていけるとしたら何を持っていきますかです。じゃあ腕時計つけてるので、あ、ではタイムキーパーでいいですか？はい、10分ですか？はい、返しました。でお前タイムキープやつでしよう。1分100回あ、今、あ、10秒経過します。はいはいはい、だ設定します。どこにある無人島か、ニュートラルな無人島ですね。だから沖ノ鳥島にしましょう。沖ノ鳥島、うん、あの、こんなんだ。沖ノ鳥島、沖ノ鳥島は持ってっても無理だ。そうだね、ニキビみたいな島、海がニキビね、海にしてるから。多分だから標準的な無人島を想定して頑張ったら魚とかもおるし、じゃあ持っていくのパッションなんじゃない？それはもうライブファッションその捉えてるんで、なるほどね。ファッションを生かす何か、ファッションで火とかついたらいいんだけど、ね、ああ確かに。火とか、ね、無人島行った時の目的って何なんですかね。ああそうだな、そうだな、いや僕はその自分が人生終わった後も他人の人生を生きたいんで、やっぱ記憶に残らないからカメラ持って行ってとりあえず僕が生きた証を残して。ああなるほどね。他人の人生の中に最後の人生を入れたいから残しときたいみたいな。可能性ないですか？もう無人島に再び行ったとして生き抜く可能性の方が低いと思うんで、うん、それだったら生きてるうちのやっぱ QA を上げた方がいいと思うんですよと思ってて、僕はプレステとかいやそれ突き詰めてったらマジでドラッグとかになってくる、うん、7億円分ぐらいのドラッグを、うん、あ死ぬまでこうドラッグを一気にリゾート地になります無人島がじゃあドラッグにするのは確定として、うん、コカインとかマリファナとか、いいですね、使い方に背負ってあるし、今聞いて思ったんですけどマリファナって増えたら増えるんですよ。そうなったら栽培してビジネスにして、そうなんですよ。マリファナのちょっとプレゼンしていいですか？ああいい、で増えるじゃないですか、うん、でその現地で楽しむ分にも絶対マリファナあったらすごいいいと思うんですよ、うん、マリファナが増えてたらマフィアとかがいつか見つけると思うんですよ、ね、だからどっかのタイミングで見つけてもらえる可能性も、うん、ただ無人島で暮らしてるより、うん、あっちもメリットあるしね。そう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 。ちなみに時間どう？あの動いてないですよね、すいません。ちょっと面白いよ、全米1位のツッコミがプレコンタリーです。残り3分です。あの、はい、最初に約5分ありました。4分でマリファナマリファナ言ってる動画ってやばいですね。軌道調整で来ていただけると、でもやっぱ現地で増えるっていうのが結構いいと思います。確かに、うん、その方がすごい、あの自給自足の原則はやっぱりサスティナビリティだから、うんうんうん、でも米とかやっぱその買うでしょ。いや、機械かかりますね。確かに成長早いのね。だから日本史の庭立ち式で言ったらやっぱさつまいも。ああ、うん、確かにヨーロッパとか日本が先進国になった理由とも言われてるよね。そうそうそう、うん、さつまいもを先に発見したから文化とかも発展したっていう説ある、うん、いいっすね。しかも一人で輝けるし多様性もある。揚げても煮ても、うん、焼いてもとか、うん、蒸しでもいいんすよ、うん、あれの違い、うん、芋のプレゼン考えるときにいいんじゃないですか。芋兄弟性なりに忘れろ。芋やっぱいいと思うんで、でも芋にも種類あるじゃないですか。キャッサバとかタロイモとか。なんで発祥がいかないキャッサバ。キャッサバはでも熱帯地方でしかあんま作られない。兄弟性でしょ。これ1分です。さつまいもでかしくて、なんでかっていうと、なんか言われたときに日本史っていう権威の力で仕切れる可能性がある。得意分野に持ち込むんですか？青木昆陽がって言って。じゃあ、発表頼むわ、はい、とりあえず日本史を出していこう。あ、あと、あの、ベニーの方がいい。ベニーの中から、ベニーの方がいい。はい、こちらで時間制限となりましたのでディスカッションやめてください。では、一人に発表していただこうと思います。はい、ベテランチです。僕たち4人で10分間会議した結果、さつまいもを持っていくのがいいんじゃないかっていうところになりました。さつまいもになった理由っていうのがいくつかありまして、まず1点は飢えて増やせるんじゃないかっていうところで、持ってってなくなるものだとまずいんじゃないかっていうこと
ので、まあ、植物とかそういうことで考えて、最初はまあマリファナとかも考えたんですけど、つまいもって日本史の青木光陽先生がまあおっしゃってるように息を吸うみたいな、まあ、どこでも生えるんじゃないかみたいなところがあって、まあ、僕たちその無人島って言われてもざっくり無人島っていうのがどこかあんまり分からなかったので、まあ、比較的対応しやすいんじゃないかなっていうのでさつまいもを選んだというのが一つと、さつまいもは食べるっていうだけじゃなくて、まあ、さつまいもを食べるメリットっていうのもあえて使って、まあ、なんせ、まあ、カロリーがあると炭水化物が取れるっていうので、まあ、死なないで済むっていうのがまず一つと、これが僕押していきたいところなんですけど、まあ、やっぱりいろんなパターンでさつまいもいけるっていうのがあって、例えば甘いも欲しいなってなったらさつまいもだったらまあ大学院白飯行きたいなってなったら甘辛く煮つけたりすれば、まあ、白飯も行けますし、だから飯全部いけるし酒もいけるし、でさつまいも1個あれば現地で自分一人のいろんな楽しみ方で時間が潰せて生きる活力になるんじゃないかなっていうところで、まあ、僕たちの会議がさつまいもになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、トレアンナさん、今のグループディスカッションの総論と個人 の, あのフィードバックといいますか、難しいとは思うんですが、順位もつけていただけたらなと思ってます。人生で一番辛い仕事総論をまず書いてもいいですか、はい、最終的に知力で全員ねじ伏せましたけれども、したがっておそらく全員通るとは思います。けれども途中経過でマリファナはやめてって言われなかったら全員落ちてたと思うので、なんでかって言いますと、そもそもこのグループディスカッションの目的って何だったんですか。ある一つの目標に対して4人に力を合わせて回答した。なんでそんなことを誰がさせるんですか。チームは要は医療さん。医療さん、すなわちグループディスカッションの目的は就職受かるっていう、就職受かるっていう目的の観点で見たときにマリファナの話題を差し挟むときに整合性がない。他方でおっしゃる通り、さつまいもは多分ものすごくつまらないじゃないですか、まあ、一般的に多分普通のグループディスカッションに出てくるじゃないですか。なので結論が足して2で割ってたら最高だと思う。なんだかひねりがあって、マリファナさつまいも後輩させるよ、鶴さんと足してヒントしただけですけど、足して2で割れたらよかったですねというところが最上級ですけども、全体的にレベルの高いディスカッションになってしまっていたと思います。非常に良かったです。そうなんですね。どこら辺が良かったですか。まず一人も孤立してなかったですよね。で通常4人ぐらいのグループディスカッションはリーダーが生まれて、それにフォローする人が生まれ、誰かが一人ぐらいポツンってしがちですけれども、全員が能動的にディスカッションに参加していたこと、それからですね、あの全員が能動的に発信するだけではなく根拠をきちんと添えられていたこと、そして全員がしかも相手の意見を受け入れてそれいいねって言えてたこと、役割もですね、例えばあのタイムキーピングできてないっていう状況にもかかわらず、それを責めずに、じゃあどうしようかって現実的に考えられた。トラブルへの体力すべて含めて、グループディスカッションとしてはレベルが高いと言わざるを得ないのが普通でたまらない。そうなんだ。なんか悔しいですね。なんかムカつきますね。高くなっちゃってたら。いや、回答あるわ。なんなんそれ。じゃあ1位だけ決めていただけますか。1位だけ決めていただけますか。何について合意しなきゃいけないんだっけって、この議論の筋を立てようとしていたのは、自分も喋る、自分も話をこういうレベルの準備する、これらができれば内定はほぼ取れると